り。トゥットゥルー、マイシーです。あ、オカリン、トゥットゥルー、トゥットゥルー、おはよう。トゥットゥルー、あ、オカリン。持論だ。しつけに一番効くのは痛みだと思う。今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だ。しゃがんでるからちょうど蹴りやすいしな。一度破れた駒がゲームへ復帰することは禁ずる。その掟を破りし者は死より辛い拷問を受けよ。闇のエクリティ、痛み、その文字は現実となりお前の感覚となる。私、今まで何かをしたらいつもごめんなさいって謝られてきたの。だから風早くんに初めて会った時、ありがとうって笑って言ってくれて本当に嬉しく、急に降ってきたよね。16歳、吉岡双葉に再会した。急に降ってきたよね。あの頃うまく言えないことがたくさんあった。